ちゃった。やめえやめなんだろう、一発目だから、ね。なんかちょっとこう綺麗にしていこうかなと思って。あと、まつげもやったわね。まつげは年末やったから、それから生き残ってるスタイル。本当に。黙ってくれスタイル。やさあ、ということで。どうしたらなんとかまとめようとしてる。ということでみたいなこと言うそう、まあ。どういうことね、まあ、確かにね。まとまってないのよね。まあ今年一発目じゃない、あのさ、一発目ね。なんだろう、神様って見てんのかな。なんと、今日、お湯が出なかったんですよ。また1年ぶりの、そう。頭の痛い種類が違うの。慣れてないからさ、水を浴びるっていうことに。そう、毛穴がキュッてなるよね。そう。だから頭痛じゃない痛さ。撮影一発目だから、今年の。あんま寝れなくて、遅刻する夢を見まして、うなされてたわけ。で、いや、でもやっと起きて、あ、もうちょっともう、一回お湯入ろうか、と思ったら、出ない。なんで？で、なんかホースにさ、お湯かけたら出るっつうからさ、給湯器の室外機が目の前だから、それでなんか凍っちゃうっつうから、うん、一生懸命ねお湯をかけてたわけですよ。沸かしてね。そう、沸かして、結構なんか、ね、そう、最初はもう足りないからウォーターサーバーのお湯でビャッとこうやってたわけ、ビャッとこうやったんだけど、一向に出ないわけ。お湯のスイッチを一回消して、もう一回つけて、ガス代払ってなかったかしらと思って、ちゃんとコンロがつくわけよ。それじゃないわと思って、ちょっとずっと出してたら、うん、徐々にこうどんどん出てきて、お湯が出るっていうスタイルなのね、最近。たまに怪しかったんだけど、まあ出たから前はと思ったら、一滴も出ないのね。怖い怖い。ほんと神様ちゃんと見てる。あの水で頭の音見てる。当たり前じゃない。全身よ。今日すっごいなんか排水口みたいな音が出ちゃった、声で。何まだ声も出してなかったからさ、みたいな格好になっちゃった。去年は、ああそう。うん。ウォーターサーバーのお湯と水を半分ずつにして、ボウル2個作って、ひげ剃るときはそれでやって、体洗うときも水やった後シュッとこうやって、あったかいわっていう。ほんとそしたらお湯がなくなっちゃってさ、こんなんだからさ、一気見つけしすぎて、もう結果水。久々の冷水どうでした？はい、もうちょっとね、悪くはなかったんだけど、むちゃくそ寒いよね。でしょうね。一回、まあ室外機のこともあるから暖房止めてたわけ。ね、やっぱりそれが原因かなと思って、もう全然出ても寒い。本当にドライヤーで暖を取る。アイロンのこのさ、こうパチって止まって、ここでこう温めて、手をね、手を、そうそう、こう火傷しない程度に。その後にさ、もう私もギリギリまで我慢してたんだけど、もう時間、今日2時半から早めだったから、もう急がなきゃいけないから、もう化粧しながら電話したのね、管理会社に。給湯器の種類教えてほしいって言われて、うん、お前さ、去年帰ってんだからさ、そんなもん見たらわかるじゃん。でも私も化粧しながら、もう急がなきゃ、すいません、ちょっと私この後出なきゃいけないんで、ちょっと今それ見れないんですけど、あ、わかりました、じゃあまたご連絡しますって切られちゃったの。未解決。あ、そう、もう事件ですこれ。未解決事件。あ、そう、明日見に来てくださいっては言ったんですけど、また連絡しますと終わっちゃったから、どうやら明日もやっぱ水みたいなね。まあいいでしょう。新春の滝行みたいな。滝行切ってみたいな。家で滝行切った。私もそこから始まりましたね。そうだね、7年に1回給湯器止まることあんの？だってその原因がさ、その室外機に当たって凍るから、じゃあそこを、じゃあもっとなんかさ、その繋がってるホースに何かを巻くとかさ、 あれをやらないっていうのがちょっとよくわかんないんだよね、原因分かってるの。それを明日電話したらいいと思う。また連絡しますか。俺給湯器屋さんもさ、出会い系の相手も同じようなこと言われてない？なんか待って、給湯器屋も出会い系ってこと？会ってくれないってこと？マジか。会っても帰られちゃう。そうだね。あ、大丈夫ですとか言ったら修理するかしないか、じゃあしないです。そういうの仕事放棄って言うと思うのね。うん。じゃあこのリアル相手にも言ってみなよ。仕事放棄ですよっつって。いやでもそれ仕事だと思われても嫌よね、セックスは。確かに。ちょっと明るい話してよ、ちょっと。あ、でもこいつ出てこない、明るい話。あとこれ以上給湯器をこすられても先週に収まらない。給湯器が長い。しょうがないじゃん。てかお前の話が。ね、いやもう今年はね、ちょっと散々で、1日ですよ。31日も、とても忙しくて、もうベロベロで帰りました。最後ちょっと潰れちゃってね。家帰って、起きたら昼の3時半、フライト4時50分。いかがいたしましょう。そう。
ゴータクシーを呼んでる10分間の間に準備をし、荷造りをし、あのタクシーの運転手さんにちょっとビュンビュンお願いしますって。ビュンビュン。そう。でもビュンビュンでしょ。あ、そう、もう危なかったのよ、いちいち。こう、あのブレーキの向かって。あと、右の遠心力。あとあの高速にさ入るときさ絶対大丈夫なんだけどさ、うん、ETC のとこ入るときさ、うん、みんなビューって言って棒がさパーって上がるでしょ、うん、上がんなかったらどうしようなんて考えちゃってなんかもうそのまま不安になっちゃったのね。そうで、そしたらまあちょっと遅延してたので10分ぐらい間に合ったんだけど、ギリギリね、今の荷物さもうてめえでやんなきゃいけないから、全部もうやり方わかんないから何回言ってもわかんないのよ。うん、なんかいろいろシャンってそうそうやったりとか、シール出して自分でシール貼って自分で、うん、もうちょっと待ってみたけどみんな忙しそうだからてめえでやんなきゃいけないわけもうどうしようっても急いでやってめっちゃ急いだ結果間に合ってちょっとフーってなったらちょっとピュッとこげろなんつーの安心がゆえに安心緩んだのね。あ、そう角度がね。そう吐息代わりに出るんです。あ、ピュルッとこうほっって飛行機も揺れるわ揺れるわで、ほんとトイレ行きたいのに、あの飛行機のトイレ行くタイミングって難しくない？ライト消えないそうそうとか、誰か入ってるかもとかさ、うん、うん、そうね、ジュースとか持ってきてくれるお姉さんとかにも言えず、だからそういう時なんか私言えなくなっちゃうのよ。いろいろ考えちゃってね。でも冷や汗が出てくるわけトイレと気持ち悪さと、もう愛しさと切なさと心強さ紅白ねもうとんでもない1年始まったわと思って本当にまだだって10日ぐらいしか経ってないでしょ。これまたちょっと事件が起きましてまだあんの？そうなのよ。一昨日ですね、仕事が終わりまして、ちょっとどうしてもちょっと誰かにね、人恋しいというかさ、人肌恋しいっつーのゲイのアプリで出会ったわけですよ。あ、出会った。あ、出会ったっつうか、まあ、まずやり取りをしてたわけ。ああ、いいじゃない。まあどこどこで今ホテルにいますみたいな、どういうのがタイプですかなんつって、でなんか私はちょっとやっぱこうお腹も出ててちょっと太ってて、で酒臭くて、まあ、仕事終わりでちょっとそれでもよかったらどうですかねみたいな、さあなんか僕細身の方がみたいな、あ、じゃあちょっと違いますねみたいな、さあでもまあ写真で見たら可愛い感じなんで会ってみたいですみたいに言われたの。まあこれは来たわと、うん、ね、であの花園神社前集合でもう罰当たりこれ以上罰当たりだから今日言ってなかったのかもね。そんなこと？いや、花園神社の入り口にさ、こういう石みたいな、あるじゃない？あれに酔っかかっちゃって一瞬、うん、あ、これはダメだと思って失礼しましたと。待って、来るわけよ。まあ、マスクしてたんだけど、まあ、私が言うのもなんだけど、まあ、そこそこの顔だったわけ。うん、うん、まあ、別に、あ、どうも、みたいな、どんな感じですかね、とかいう話をしてて、そんなにお酒飲んだのって、いや、まあ、ちょっと仕事だったんで、みたいな感じで。でも、そんなお腹出てるように見えないよね、実は結構出てて、やっぱあれですよね。いや俺細身じゃないとチンコ立たないんだよねって言われて、まあアウトじゃない言ったのにね事前に、うんうん、これ意地悪じゃないって来させておいて、そうで、ご飯でも食べますかって、あ、ちょっともうご飯は食べれないんで、じゃあもうやるか帰るかみたいなあんたが言ったのよどうでもいいやと思って、乗るか反るかみたいなまあうまいこと反ったんだけど、でああ、乗ってはないよね、そったね、うん、で、ああ、そうね、うん、その後そう、ね、確かにそうね、で、ご飯も食べれないしって言ったら、あ、わかりました、じゃあみたいな感じで帰ってからたらどこ行った初リアルもダメ。しかもそのリアル行く時の前まで一緒に飲んでて、うん、で、なんか帰ろうみたいになった時に急にいなくなったの。あ、じゃあそれはも言わずになんかいなくなって、そう、なんかあのお店でまだちょっと話してたから、あ、ちょっと参加しなきゃと思ったら話して全部終わって、で、ユージから電話来てたから、その話が終わってユージに電話して、うん、まだ飲んでんのってさ、もう終わったっていうか、あ、じゃあ帰るわって言って、まあそう、ユージ電話する前にハウリングをしてたの。事前にね、そう、あんたね、知ってるよ、あんた昨日もハウリングしたでしょ。いつもしてる、最近ちゃんとバレてんじゃんで、メッセージしてたそんなにかっこよくない人に、ついにメッセージ返さなかったら、その写真は加工ですかって来てるだよねそうやごめんね、いや、なっちゃう、一年でもいいじゃん、始まりがもうそれだから、もうもう終わりも向かってる。あ、あ、今年終わり、来年もよろしくお願いします。心は年末、いや、またすごい寒いし確かに、あんまりいい感じでは言われてなかったもんね。まあそうね、おったらダメって言われてたじゃん。あ、そうだそうだ、たしなえ、じゃあ、たしなまないといけないの、うん、え、でも今回に関してはたしなんだよ。だってこっちから会いたいとは言ってないじゃん。あ、まあね、リアルはスコーカーで言ってきたんじゃない、たしなむ、偉そうに
たしなもうとしたら、たしなみもできる。できるつ。たしなめず。で、やったらやったら、やったらやったで、性病もらうって言ってたじゃん、先生が。確かに。うん。逆に良かったんだ、うん、もしかしたら持ってたかもしれないし。あ、そのタイミング的にね。うん。で、思うようにしよう。うん、なんかすごい腹立たしくて、そこではご飯食べないって言ってたのに、帰ってからちゃんとご飯食べてた。大盛り。うん。クリームパスタと、厚揚げのサラダ。厚揚げのサラダがさ、またこれセブンイレブンの。めちゃくちゃ美味しいよ、ね。美味しい、ね。あの、ジャーコとか入っててさ、いいね。うん。あの、サラダの割にはボリューミーなの。おうん、ね。で、なんかね、セブンのその麺が細すぎて、うん、食べた気がしない。ブレーブクあのこう、あえやすくしてあるんだろうね、絡みやすく、うんうん、全然食べてきちゃう。あれ食べたっけみたいな、ちょっとなんかやめて、血の認知症のおばちゃんこの前なんかさ、食べてる途中でご飯終わって言われたんだから目の前にあんだろうよって、まだ5口だよってプレスリーを家出てから10秒ぐらいでさ、あ電話かかってきて、あんたどこって言われるから今玄関の前にいるのってメイカーじゃないんだよ今玄関の前にいるのとかないわ腹が頑丈ね、みんなそれぞれまだだってそんな経ってないのにこんな濃いことが起こるだなんて、もう今後が心配でならん。31日ほら年さ越して、うん、あの2丁目でね、はいはいはい、初ママとかで年越して、うん、2時ぐらいにはもう家着いたんだけど、うん、栗きんとんあるじゃん、うん、なんかわかんないけど栗きんとんが床に栗きんとんって言おばあちゃんって栗きんとんもね、ちょっと固まってた。あなんならね、きんとんの方がね、栗が最後の方にゴールみたいな感じカーリングみたいなやつそうそうそう、カーリングみたいなやつですやったんすもうヘラっぽいものを探してキントンをこう剥がすからね年明け早々そうよ何やってるんですか